全国の視聴者の皆様、こんばんは、半蔵です。第3回目酔いどれライブ、開催したいと思います。まあ酔いすぎて、なんだろうな、オンエアができないぐらいの状況が何個か実はあってですね、お見せできないこともありましたけども、酔いどれライブ開催しようと思います。東京オリンピックだってね、賛否両論あって開催するんですから、酔いどれすぎてもいいんじゃないのかなという、そんな感じですね。今日はギターでね、いきたいと思いますね。酔いどれライブ、マイクなしで、エコーなしで行こうかなと思います。ある方からエコーに頼るな、まあまあ僕たちの方はリバーブって言いますけど、そういうリバーブに頼るんじゃないと、マイクに頼るんじゃないと、そういう教えもあって、確かにまあそれもそうだなと思っていますね。ちょっと喉乾いちゃって、キリンの鍛錬ね、これが一番おいしい。じゃあ何歌おうかな。僕にはね、妹が二人います。妹よ、襖一枚隔てて今小さな寝息を立ててる妹よ、お前は夜が明けると雪のような花嫁衣装着るのか、妹よ。やっぱりその自分が小さい頃に聞いた歌っていうのは覚えてますね。あとはね、アリスさんの終止符好きです。いや、みんなも好きでしょ、絶対好き、絶対好き。左利きのあなたね、私の彼は左利き、あれに影響されたんかな、どっちが好きなんだろうな。左利きのあなたの手紙、右手でなぞって真似てみる、いくら書いて、ちょっとおかしいな、今の次に D7 はちょっといきなりマイナーからメジャーないな、これはね。左利きのあなたの手紙、 A マイナーの間違い、A マイナー間違えたブルースな。左利きのあなたの手紙、これだ。右手でなぞ、違うな。右手でなぞって真似てみる。あ、全部マイナーだったんだ。いくら書いても埋め尽くせない白紙の行がそこ。感じていた
けれど、あの夏の日がなかったら、暖かい日々が来る前に、重いことは脱ぎ捨てなければ歩けないような、そんな気がした。1番と2番混在してたような気がしますけどね。じゃあ僕が、高校の時に彼のオールナイトニッポンを聴いてこの曲を知って、僕の人生は変わったと言っても過言ではないでしょう。あ、過言ってのは過ちを言うって書きますね。過ちを言うってのはなんか過言という言葉と過ちを言うという言葉はちょっとなんか温度差ありますね。千春さん、旅立ち。ちょっとごめんなさい、チャールで入っちゃった。長渕さん、君の胸の痛みが僕にわかるといいね、無理に笑顔で別れを。当時はあの長渕さんも髪が長くてね、なんかこう、おお純子、君の名を読めば僕は切ないよ。こんな風に普通に歌ったら、今はおお純子、君の名を読めばってやるから、なんか好きじゃなくなっちゃったね。この間ライブで井上陽水さんのあのなんかこのリバーサイドホテルっていうのがある、どこのライブだか忘れてやっちゃったんですけどね、ちょっとやったらうわーとか言うから調子に乗ってやっちゃったの。誰もいらないの開けた時、ホテルはリバーサイ、川越埼玉、なんか欲しくなっちゃうな、あげおぼ埼玉、おおおリバーサイ、リバーサイ、リバーサイ、おおおおおリバーサイ。笑ってますか。ちょっとふざけすぎだな。これ上げられるかどうかはちょっと難しくなってきたな。またディレクターに言わせたりする。半蔵、酔いどれライブは
まあいいけど、酔っ払いライブはお前世界の人たちかな、半蔵で検索した時にいきなりこんなん出てきたらお前どうすんだと、うん、ね、あ、ちょっとまともに一曲歌おうかな、うん、何行こうか、じゃあこれ行こう。本当の俺はどれじゃ、どれじゃ、また怒られるね。じゃあね、トレジャーオブライフ、ちょっと弾き語りでね頑張って歌おうか。じゃあしょうがない、そこまで言うなら、うん、今日は機嫌がいいからね。まあそれにしてもだな、この淡麗のグリーンラベルのシーンはやっぱうまい、うまいっす。歌は自由だ、弾くぞ。ちょっと鍵盤がいつもより 3倍多く見えるね。ちょっと楽譜が違うでしょ。こっちこっちこっち。これこれ。G ってキーって女性のキーじゃんか。うちの女性の生徒さんが多いからね、間違えて G で弾くとこでした。行くで。君は一人で
窓の外見る。トゥネイジャーオブライ涙の先に私が見えますか。トゥネイジャーオブライ笑顔で君を見つめる私が孤独を朝になってこれ流していいものか。しかしながらこれ間違いなく今の半蔵だしね。まあどうせ人はね、忘れ物みたいな人間、忘れ物が人生だ。ん？お、忘れ物が人生だ、いい言葉だな。忘れることが人生だ。ああ、いいことですね。僕の好きな言葉は、人の幸福っていうのはね、秘密が多い人、秘密をたくさん持ってる人が多いと言いますけど、その秘密すら忘れてしまう人生。忘れることが人生だ。いいな。出てきた。いい曲だ。新曲聴いてください。忘れてしまうことは人生だ。あれ、なんか聞いたことあるな。またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。